五所川原小学校の一五所川原市立五所川原小学校は青森県五所川原市大技新宮技岡田にある公立小学校児童数は304人五所川原市の中心部から少し北にある新宮地区にある小学校で市内の中で児童数は五所川原市立堺小学校に次いで2番目である約500メートル離れたところには 五所川原高校がある。朝日町、生く森、生島町、柏原町、上平井町、小曲、新宮、下平井町、四季島町、末広町、中平井町、長橋矢座橋本、長橋、あざ高野の一部、西木町、ひな田、ん、芭若葉、新宮町、田川、蘇鉄地区。本校の学区は、もともとは、 五所川原市の旧市域の広範囲が学区だったが、市営富士見団地の人口増加で、児童数が増加したため、既存施設では対応できなくなり、1960年4月に南小学校が開校した。ほとんどの児童が、学区内の五所川原市立五所川原第一中学校に進学する。ABC ギャカム御所川原市立御所川原、小学校 ABCDEFG。 五所川原市市、月百636から640ページ、第7編現代の五所川原第二章市政志向後の五所川原第五節教育と文化一小学校の変遷及び同百637ページ、次26小学校変遷図、ハット AB、青森県教育市、八百886ページ、学校遠隔中学校第一中学校内の、 御所川原中学校遠隔。AB 出展、御所川原市耐震改収束新計画御所川原市。平成30年に1月改定御所川原、小学校、校長挨拶に、現在地移転に関する記載がある。平成8年度学校要欄3ページ、3、本校の教育目標より、ありがとうございます。